数は結構削り直し皆さん来られます、ね、はい。端材でできたっていうのも地球にも優しくていいかなって思います。お家にインテリアとして飾りたいなと思ってます。作品の背景にあるそのものの作品のストーリーだったりとか、あとは作り手の思いなども聞ける絶好のチャンスになっておりますので、皆さんぜひご来場いただきまして、気軽に作り手さんに話しかけていただければありがたく思います。